リメンバーザミルクのプロ、これが iPod タッチ中に非常によくできています。例えば電気代、ただ引き落としを入れておくんですが、このノートのところに毎月の引き落とし額なんかを入れておくと、こんな感じでいくらかっていうのが分かりやすかったりします。というふうにうまく使っていくと便利な iPod Touch 用のタスクリスト。プロアカウントでないと利用できませんが、年間$25払う価値はあるのかもしれません。